史上最悪のクリップがやばい。はい、皆さんこんにちは、キャプテンショータです。急ですが、皆様、クリップとか見たりしますか？いろんなクリップありますよね。すごいクリップ、いいクリップ、かっこいいクリップ。今回はその中でも、史上最悪なクリップを一緒に見ていけたらなと思います。先日、あるツイートをしました。史上最悪のクリップがやばいという動画を撮りたいです。みんなの激ヤバクリップ、先輩、喧嘩、アタオが何でもを貼ってくれ動画にします。といったところなと。1000いいね、45リツイート、43万件のインプレッションを叩き出したツイートになりました。で、いろんなツイートがあるので、ぜひとも一緒に見ていけたらなと思います。レッツゴー。お、メールさんじゃん。ちょっとメールさんクリップのけてるから見ていこうか。え、フレンミー、うん、うんち、うんち、うんち、ブリ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 、ファッキュー。面白いですね。次行きましょう。トッキー、スナイパーいるよって言われたそばから抜かれるトッキー。言われたのに。さあ、リブートカード探してんのね。あるよね、剣場としてたらさ、リブートカード見つかんない、どこにあるみたいな、そういう状況多々あります。あ、落ちちゃう、落ちちゃう。あ、あ、ジヒヒジです。大会で相方に雰囲気クラッシャーされました。雰囲気クラッシャーっていうのはめっちゃ雰囲気悪い相方ってことね。見ていこう。何やじゃまれんねこれぞ。こんにちは、こんにちは。おい、いかくていかくていい。はい、わっちゃおー、うざいな、なんか。いかくていい。あ、まず個人情報丸出し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 。ボンジュール死ねよ、マジで暴言。まあ、なんで味方こんな弱い、さっきからもうイラつけ。ストレスで頭が吐きそうだ。まあまあ、キッズって感じだな。懐かしい。ちょっと前のシーズンだね。飛んで、は？は？え、マジやばくない？え？どういうこと？どういうこと？ジージー。大人女子同士の喧嘩、これ面白そう。これよく見たら83いいね、41リツイートじゃん。常識ってものはない。喧嘩してますね。わい、女子。怖い。怖い、女子の喧嘩。大人女子怖いっす。運悪、見ていきましょう。うわ、最悪最悪。はい、続いても運が悪いみたいです。見ていこう。最悪。ソロなんで先般ではないですが、大会でやるかもしれました。なぜ今日こんな配されるの。はい、ロケットラム、ど真ん中行ってやるぜ。ど真ん中行ってくのか。死んだ。ワンパンマップだね、これは。うん。ほう、ディープダブで避けた。最悪だ。オスキーミスった。見ていこう。ワンパンで勝って。はい。逃げて。めっちゃ何してる。ダッシュしてた。めっちゃ。何？なんでダッシュしてたの？やっちまいました。見ていきましょう。はい、蘇生しに行くのね。本当はダウンしてる。はい、今シーズンかな。酒目このまま入ったらどうなるんやろ。それさ、裏で開けやすいやん。あ、本当にさ、かわいそう。大会の時急にラグくなりました。見てくる。はい、対面中。なんか止まったね。うわ、タイミング悪いね。大会で大先輩かましました。ゼロビルドの大会っぽいね。行くの怖くね。あ、裂け目ね。これさ、これ海に落ちたら即終了だよ。うん、絶対ダメだよ、海に落ちちゃう。それなかなか食らうんよ。だから、あ、待て待て、終わった。何してんの。
はい、前のチャプターですね。前のシーズンか。前のシーズンですね。はい、ミニポ飲んで。敵がいる。あ、結構あった、終わった。行きたいね。キネティック鉱石に乗って。惜しい。え？高性能 1v1 マップで裁判を起こそうとする大人。これなんかちょっと不思議だね。見てみようか。あ、はい、かしこまりました。はい、民事訴訟で、はい。民事訴訟。はい、構いません。はい、大丈夫です。どういうこと？質問なんですけど、いいですか？情報開示っていうことはできるんですか？きっとこのおっさんが平満上でいじめられて、ブチ切れて訴えるぞって。はい、中3でも別に行きますよね、その会議。やってるわけ。何それ？はい、ロケットラムで空を飛び。あ、ウィンさんにいる。最悪だこれ。酒目入って降りて、あ、車にぶつかったんだ。え、待って待って、はグループさんのロケのぶっこも一回何で行くの、はグループさんのロケのぶっこも一回何で行くの？は？あ、自爆最悪だ。あ、トリックショットか。はい、いる敵。うわー、倒せないんだ。最悪だ。はい、敵がいるのか。対面中。うわ、最悪だこれは。どうでしたでしょうか。最悪のクリップ結構いいのあったね。僕が個人的に好きだったのは大人女子の喧嘩です。ですね、あれ、あのリアルな感じ最悪です。では、またこういう動画面白いと思ったらぜひともチャンネル登録と高評価お願いします。そして面白かったらコメント欄にコメントしてね。じゃあバイバイ。常識ってものはないの、常識ないから言ってんじゃん、わかる、常識ってないんだ、常識見つけよう、一緒に見つけようか。喧嘩してますね。自覚して、そうだよ、同類だよ、うちら同類ってこと。同名だって、同名ってどういうこと、同名って意味わかんない。同類だよ、同類だから一緒に直そうって言ってんの、わかんない、意味わかんない。大丈夫、同名と同類って意味違うよ、同名ってのは一緒に直そうって言ってんの。私同名なんか言ってないよ、同類って言ってんだけど。同名、お前勝手とらすぎて怖い。面白いだけだから早く言いまして買ってくる。今そんな言ってる暇あるから、いいマイク買ってさ、さっきさ、聞き取れるように直した方がいいんじゃないかな、そっちの方が早いんじゃないかな、私が別に直す必要ないからさ。ごめん、普段だけどな、それはやっぱりどうなの、あなたの耳が悪いんじゃないかな、それかマイク買おうね。常識ってものはない。怖い女子の喧嘩、ちょっとフォトナ女子怖いっす。